皆さんこんにちは。週末ユーチューバーおいゆくでございます。今日は暗い画面をお見せしますね。暗い画面って言っても中身が暗いわけではありません。前回私の動画で紹介した新しい Chrome OS バージョン124が以前のバージョンよりも軽くなってるんじゃないかっていうネタ。このネタの追検証になります。私の他にもやっぱり124が軽くなったのかどうかって検証してくださった方がいて、 私も普段何かと参考にさせていただいている Chromebook 系 YouTuber さん、実録娘のスマホさんも、全く同じ2台の Chromebook でバージョン123と124で違いがあるのかっていう検証をしてくださっていたんです。ありがとうございます。全く同じ機種で比べてみたにもかかわらず、こちらのチャンネルでは違いが出なかったということでですね、私も大変驚きました。 そこで今回私ですね、別な端末でやってみようってことで初期型のアイデアパッドデュエットを引っ張り出していきました。しばらく使ってなかったんでバージョン122の状態でしたので画面左側ですね、これ標準の診断のアプリを使ってます。左側がバージョン122、右側が124の状態で同じタイミングで電源入れてすぐの状態から診断で画面を取り始めました。もうすでに右側バージョン124の方が CPU の負荷が下がってきているのがわかりますよね。左側のバージョン122はまだかなり高いレベルで CPU が動いています。ちなみにアプリは動かしていません。現在動いているのは診断のアプリのみです。ところがですね、どうでしょう。もう右側のバージョン124は CPU の利用状況がかなり少なくなっています。バージョン122の時にも、 落ち着いた状態だと CPU の利用率負荷っていうのはだいたい5%ぐらいまで落ちるんですよね。ただ、バージョン120ぐらいからでしょうか、電源投入直後やサインインした直後になると CPU の利用率がすごく上がって処理がものすごくもっさりするんですよね。すぐにその状態が落ち着いてくれればいいんですけど、なかなか時間がかかるなぁと思っていたところなんですよね。それでバージョン124に変えたら、 そのもっさりする時間帯がかなり短くなったっていうのが私の実感でした。実際にこのグラフを見ていただくとわかるんですが、CPU の利用率、バージョン124、右側のグラフですね。もうかなり平らになってます。2つの OS の状態を比較しておきますと、バージョン122の方は、これ Wi-Fi につながっていませんので何もダウンロードしようとしてません。特に、 目新しいもの、ダウンロードなんかも必要ないので純粋に今あるシステムだけで起動する上でこれだけ負荷がかかっているんですところがバージョン124の方はまだまだ新しいシステムでシステム全体のチューニングをこれからしていかなきゃいけないところなんですこれダウンロードしてアップデートした直後なものですからまだまだシステムとしてはこなれてないはずなんですねその証拠にメモリの空き容量を比べていただくと バージョン122の方はかなり余裕がありますよね。今 0.63GB の空きがあります。一方でバージョン124の方は 0.33GB しか空いていません。なんでこんなにメモリの利用状況に差が出るのか少し気になったもんですから、私、この後こっそりバージョン124の方、あ、今まさにアイコン出ましたね。プロセスマネージャーを起動してみました。何がそんなにメモリ食ってんだろうと思ったら、 ブラウザーですね。ブラウザーがかなりメモリを消費しているのが分かりました。ただ、全体的に見て、そんなに、ね、アプリ立ち上げてるわけでもないですし、そんなにメモリを食うものってあるのかなっていうのをプロセスマネージャーでは確認できませんでした。おそらくはですね、これシステムが ディスクのアクセスが増えるであろうと予測をしてディスクキャッシュを大量に確保したんじゃないかっていうふうに私は睨んでおります。その証拠にですね、私がプロセスマネージャーを起動した後、メモリの空き容量が、アプリを起動した後ですよ。アプリを起動したら逆にメモリの空き容量が増えているんです。これが何を意味しているかというと、実際にメモリの空きが少なければ、 ここんなことは起きないですよ、ね、キャッシュにキャッシュ用に確保していたメモリの一部をあ,あアプリ使うんだねっていうことでシステムが開放したんじゃないのかっていうふうに私は睨んでおります。ChromeBook のメモリ管理って案外捨てたもんじゃなくて見た目すごくメモリの空き容量が少なそうに見えても何かアプリを起動しようとした時に確保しているキャッシュなんかのねメモリを開放して 使えるメモリ、実メモリに開放してくれるっていうことがあるようですキャッシュメモリはある程度たくさん用意しておいてもらえるとディスクとのアクセスが頻繁に起きることを防いでくれるので実行速度ってかなり上がるんですよねメモリが8イトのモデルはたくさんキャッシュが取れるのでキャッシュを多く使うような使い方でしたら速度の向上は十分期待できるかなと思うんですけど必ずしも 全部の使い方がキャッシュを有効に使えるっていうわけでもありませんので、やみこにキャッシュを増やしたからといって実行速度が上がるものでもないということも申し添えておきましょう。私の環境では、バージョン124は一応軽量化に成功しているように見えるんですが、皆様の環境はいかがでしょうか。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。